晩年、森田総平は、作家、翻訳家。本名、マンコマンダイラ。夏目漱石の文下生の一人であるが、特に私生活での不祥事が多かったことから、文下生の中では異色の存在として扱われることが多い。岐阜県片方郡、詐欺山村生まれ。1895年に、高等小学校を卒業後。 日清戦争の影響を受け海軍軍人となるべく単身上京し海軍予備校だった攻撃者に入学。しかし興風が合わず退学し、日本中学校に入学。同校を1899年に卒業。さらに、金沢の第四高等学校に入学するが、恋人の森田常との同棲が見つかり、常の親が学校に訴えたため退学処分を受ける。 半年ほど名古屋にいたがその後再度上京、第一高等学校を受験し入学。学友やヨサノ鉄管、アキコ夫妻らと進行を結ぶ。1903年に一校を卒業後、同年9月に東京帝国大学英文化に入学。その後、妻の常と入居した尺屋が、樋口一葉の旧宅と判明し、ヨサノ夫妻らと一葉を忍ぶ会合を開いている。同じ頃、 長男誕生。翌年から1905年にかけて、借家の家主の娘と不倫関係になる。同じく1905年の秋、千田木に住んでいた夏目漱石の家を訪れ、以降、漱石の門下となる。1906年7月に大学卒業。卒業後、岐阜に帰郷するが、夏目漱石の草枕に感銘を受け妻子を郷里に置いて上京、元の家に入居し、 宗席のもとへ足手げ通った。ただし職はなく翻訳などで食いつなぐが、1907年4月に宗席の紹介で天台集中学の英語教師となった。5月には郷里で長女が生まれた。この後妻は子供を連れて最上京。宗兵はしかし同校の英語講師職は半年で辞め、同年6月に開校されたヨさの鉄ッが主催する。 女子学生が文学を学ぶための、慶州文学講座で講師を務める。この講座に聴講生として通っていた、平塚明子の初の小説を総平が褒めたことを、きっかけに明子と総平は接近し、1908年2月1日に、初めてのデート、さらにガブリエーレ・ダンヌンツ用の小説、死の勝利に感化された二人は、翌月の3月23日に、栃木県塩原で、 真珠未遂事件を起こす。官僚の霊場であった秋子が21日に衣装を残して、失踪、捜索願いが出ていた中、前日夜に塩原の宿を出て山へ向かった二人であったが、雪深い山中を歩く行為と自殺の意義にすっかり、疲れた総兵は担当を谷に投げ捨て、真珠は未遂に終わり、捜索に入った警官や宿の人間により、翌朝早々に、 岡白峠付近の山中で二人は救助された。事件後の総兵の身柄は、朝日新聞社員だった総席が引き取り二週間自宅に、かくまうことで、他のマスコミから隠した。この事件の風評により、慶州文学会は頓挫した。また、事件の後始末として総席と、ババコ長は、平塚家に対し、総兵とアキコの結婚を申し出たが、 結婚などとは全く考えていなかった秋子に呆れられた。総平は、この真珠未遂を漱石の勧めで小説化し、漱石の推薦で1909年11月小説、売園として、朝日新聞に連載され、実験自体がセンセーショナルだったこともあり、世間の評判となった。これが彼の分断デビューとなる。さらなる風評の拡大を恐れ、 この小説の発表を差し止めるために秋子の母が、漱石宅を訪ねているが、ごもっともではあるが、あの男は今は各しか生きる道がないと漱石は言い、つまりは発表を押し切っている。また、この縁により総平は、朝日新聞に食卓社員として、月給60円で雇われ、文芸欄を担当することになり、同じく朝日新聞に勤めていた石川拓木と親交を結ぶ。 僧兵を通して、卓木も、宗席との縁ができ、その後卓木は、宗席や宗席夫人に、たびたび借金を申し込むようになる。1910年8月、宗席が、異海洋の療養に滞在していた、伊豆の修善寺で、退職のため溶血死生命の危機に陥った同じ頃、東京は大雨により、大水害に見舞われ、 総兵一家の住む借家の裏の崖が崩れて家が倒壊し、総席の妻に世話になっている。1916年12月、死である総席死亡。1919年、次男が誕生。1920年に総席文科の野上と余一郎の紹介で法政大学教授となる。しかし1933年に、 法政大学の学内紛争から野上と対立し、関口杉らの右派の革新教授や卒業生と共謀、野上はじめ、教授多数を大学から追放したものの、結果1935年に自身も大学を去ることになる。その後は、キラケの人々、細川ガラシア夫人などの歴史小説を表す。一方で、イップセンドストエフスキーセルバンテスダヌンツヨボッカチオなど、 の翻訳を手掛けた日本の歴史を題材にした作品を執筆するため、1930年代以末から、定大資料編纂所書にて、資料収集を行っていたが、1945年6月、編纂所書が戦火を逃れて、長野県の稲郡に疎開することになり、総兵も近隣の山本村総教寺に疎開、後八村の長学寺の離れに転居した。 最晩年の1948年5月4日に突然日本共産党に入党し世間に話題を巻いた。ただし活動は全く行っておらず共産党の宣伝になっただけであった。1949年12月、単管園から移行した観光編のため疎開先の長野県下稲郡八村の長学寺の離れで死去。改名は上皇院若年総平古寺。 長学寺には、僧兵の石踏みが建てられている。死であり、恩人である僧石の死に際しては、自分は永遠に僧石の弟子であり、自分自身は、一生、死と呼ばれるような人間になれる気がしないと述べている。父の森田亀松は詐欺山村の生地主で、森田が十一歳の時に五十歳で死去した。母の徳は、林村、福光村の出身で少女期には、尾張徳川家に、 禁子し夫がきやと綿畑を売って、森田の進学を支えた。最初の妻は、同郷で、同歳の森田常、当園の親族。森田原八長女、戸籍名流で、常は郷理を出本し、金沢の総兵の下に向かい、第四高等学校在学中に同性を始め、大学在学中に、長男、良一、長女、夏子を設けた。夫婦が、東京の、 丸山福山町に借りた家がたまたま、樋口一葉が昔住んでいた家と知ると、一葉の本名、夏子を長女の名にした。その後、家主の娘で4歳年上の岩田作と年頃となり、後に妻にするが、長く別居した。作は藤間流舞踊の名手で、藤間昭白の名で94歳まで生きた。1910年代より、赤穂花と同棲をはじめ、 6時を設けた。森田総平、生誕地 ABCD 一炭鉱本、第一巻相当部分焼中梅園、国際日本文化研究センター東京を立つ前、秋子は友人に、恋のため人のために死するものにあらず、事故を貫かんがためなり、事故のシステムを、全うせんがためなり、孤独の旅路なりという遺書を残しており、自分のポリシーを全うするために死という行為を選ぶ、としている。 一方の総兵は、事件後、総石に対し、恋愛以上のものを求め、人格と人格との接触によって、例と例との結合を期待したと心情を述べたものの、総石からは、結局、遊びだと一周されている。総兵を通して知った秋子というキャラクターが、総石の小説、三四郎のヒロイン、ミネコのモデルとなったとされている。この連載が決定したことを、 宗席は宗兵に自ら伝えに行ったが留守であり、二度目に尋ねた際も留守であった。宗席はどこを歩いているのか。あまりのんきにすると、こうももきっと良いことなきことを受け合いに、こうという叱責の手紙を残すが、宗兵がこれを読んで涙したのは翌朝である。小説、梅園のタイトルからの地に、梅園事件とも呼ばれた。この事件は、当時、 自然主義の高潮新四宿所の上司未遂上府は文学史、小説家上府は女子大学卒業生と新聞各紙はスキャンダラスに報道した。その一方で1909年6月27日から始まった漱石の連載小説、それからの中で漱石は登場人物に売園があまりうまくないと批評させている。戦後間もなく、 東京渋谷の劇場の客席で総兵を見た、と後に、平塚雷長が語っている。服部とりとしが、自転有名人の死亡診断近代編付録、近代有名人の死因一覧十八ページ、ABEY 広史、作家の臨終、母肘典三百三十ページ漱石と、阿ち村が手に、漱石文学館 AB2 単行本、第二巻相当部分小中梅園。 国際日本文化研究センター昭和初期の森田総平根岸正さずみ、岐阜大学教養部研究報告ボリューム 10974? ありがとうございます。